そうしましたらですね、2011年1月のオンラインセミナーを開始させていただきます。よろしくお願いします。営業紙芝居×顧客ライフタイムバリュー最大化成果実証済みの実践セミナー、これをですね、また2月に、やろうということで企画してまして、今回これのご案内をさせていただきます。10倍増で優秀社員にということでですね、この浜さんがですね、すごいですね。結構売られてたんですよ、実際に。昨年だけで、1千万以上 LED 仕入れられてたんで、結構売られてますねって、以前どんぐらい売られてたんですかって聞いてみたら、いやー、150万ぐらいですかねって言われるんで、今回いくらぐらいだったんですかって言ったら、1500万ぐらいですねって、結局年間の話をしてるみたいで。だ以前は多分ほとんど売られてなかったんでしょうね。だそれが、1500万ってちょっと粗利率低いですけど、1000万仕入れて1500万、500万の粗でもまあいいですよね。もともと戦力外だった人が、そういうこと言うと怒られそうですけどね。すごく売り上げ上げられたみたいで、実際に優秀社員に選ばれたということで、いい結果だったんじゃないのかなという。本当、今も、定期的に注文入ってるのは、毎月なんか LED とか売られてるんですよ。そうです。そういう意味で言うと、最近皆さんあんま LED 売らなくなってきたんで、彼はもうコツコツ売ってますね。で、結構でかいところが多いんですね。なんだっけ。ラーメンのチェーン店の本部取って、もう5箇所ぐらい設置していったとか、あとは社会福祉協議会で契約取ったりとか、あとは結構名前を聞いたことあるような大手の会社さんで契約取ったりとかされてるんで、良かったなって、一人だけ結果が出てなかったんで非常に嬉しいなっていう感じがしましたね。それで講座期間中に、T 社長が売上503万5千円、粗で268万円、M 社長が売上470万の粗で210万ということで、皆さん講座期間中に投資回収ができちゃってるっていうのは、あんまり他の講座じゃないと思いますけど、実際どうでした玉川社長は。いや、もうその参加させてもらってよかったですよ。ちょうど何をどういうふうに売っていいかなと思って、ちょっと迷ってた時期で、売り方をどう売ったらいいかってことがあったんで。でも、もともと理工で営業されてて、コピー機とかは普通に売られてたんですよね。普通に売ってましたね。あと、あれですよね、セキュリティカメラも自分のところで普通に売られてたんですよね。そうですね。LED と UTM が思うほど売れなかったみたいな、そんな感じなんですか？そうですね、UTM は特に売りにくかったんですよね。志麻さんがこう作っていただいた紙芝居。紙芝居。あれともう最近の動画のやつ、早いですもんね、バッとお客さんに伝える内容がですね、喋らなくてとりあえず見てくださいでさ、で、その気味になってもらえるんですね。ああ、そうなんですね。UTM はすごく売り上げに貢献していただいてます。うちもわかんないですけど。すいません。いやすごいんですよね、動画再生件数が UTM の動画はすごく多いですね。
あと最近あのレスパーの動画もやっぱりあの再生件数が多いんで、多分皆さん見せられてんだろうなとは思いますけど。あ、そうですね、あれも見せてますよ、多分あれですよね、この動画で私が作ったのを見せてあのプラスで説明するって、これ新しい営業のスタイルですよね。ああ、そうですね、まあ見せながらちょっとポイントポイントでちょっと補足を入れたりとかですね、うん、そういうあの説明の仕方してます。あ、面白いですよね、そういう営業のやり方って。か、今までないですもんね。ああ、そうですね、なんかもう2人で行って営業してるみたいな感じですね。ああ、それはそれで今度やっていこうかな。各商品ごとにちゃんと作り込んでやれば、うん、より成果につながりやすいですもんね。うん、いいですね。まあ、皆さん結果を出されてる形ですね。それでまあより多くの人にまあ笑顔になっていただきたいなということで、まあ、今回開催しようかなっていうことで、まあ、特にコロナ禍っていうのもありますんで、まあ、Zoom で手軽に参加することも可能なのかなと。それでまあ講座の5ヶ月間で投資回収できた人が 66%、講座終了後1年で投資の10倍の、利益を達成して10倍売り上げたとか、まあ 100% 講座費用以上のリターンを得ているということは、より多くの人に活用していただければ一社でもより多く笑顔にしていくことができるんじゃないかなっていうことで、あの一人でも多くの方に参加してもらえればというふうに思っております。まあ、何が学べるのかって言いますと、大きくこの5つかなと思ってるんですけど、1つ目が高あらりで売れる商品の、提供、その商品の具体的な売り方、顧客を活用して売る具体策、提案営業のやり方と営業マン育成ですよと、いうとこなんですけど、一つ目がですね、高あらりで売れる商品の提供っていうことなんですけど、あれもともとあれなんですか、玉川社長のところで粗利率高くは売られてたんですか、セキュリティカメラとか。そうですね、セキュリティのカメラは、まあ、50% ぐらい出すように。複合機とかどうなんですか。機はそうですね、もう最近あのカウンターというよりももう粉売りにして リース料の中に含めた形で保証ですね、うん、やってるんで、まあ、トータスと5年間使ったとしたらあんまりこう粗利率というのは高くないのかなとは思うんですけど、でもまあ大体複合機で1台20万から30万ぐらいは乗って売ってるんですけどね。じゃあまだ取ってる方ですよね、社長のところは。ですかね、じゃなくてなかなか粗利がこう上がらないんでですね。なんかゼロックスの販売店やってられるとこありますけど、ああ、そこの社長と話すると、うん、10万取れないって言いますもんね。ああ、そうですか。まあ、カウンターの後で収益バックがあって、まあ、どうにかっていうような感じで、あとはあの設置台数によってメーカーから何ヶ月に一遍もらえるじゃないですか。ああいうのを期待してやってるような、なんかそんなイメージですよね。なんか複合機っていうと最低 4,50 あらないと嫌ですけどね。そんだけあると本当すごく嬉しいんですけどね、どうしてもちょっと早く買い替えのリサイクルっていうか、あれをあの早めてどうしてもしまうんでですね、利率がどうしても下がるんですよね。あれ、社長のとこっていうのはメーカー直面店にしてるんですか。あ、メンテですか。メンテはうちがしてますよ。ああ、自社で、はい、メンテですよね。工事の人間必要、あ、まあセキュリティカメラも一緒にやってんですよね、工事、設置工事は。あ、そうですそうです。あ、
まあ、そうじゃないと結構工事人置くと赤字になっちゃいますもんね。うん、そうですね。まあ設置台数にもよるとは思いますけどね。あれ LED は普通に粗利取って売られてるんですか？ LED は最近あんまり売ってないですからね。まあ、研修受けた後はある程度利益率っていうか、それは出しながらやってはいましたけど、だんだん自分の顧客の中でこう探していくと、もうお客さんの小さいところが上残っていってですねそこでこう取ろうとしても大体もう知れてるんでですね。あーですね、結構今レスパーを提案しに施設系とか行って、まだLED になってないとこって意外とあるじゃないですか。 あと保育園さんとかもそうなんですけど、それでレスパー提案し終わった後で、もしくはレスパーの話をしに行って、今度提案書一緒に LED も持ってきていいですかみたいな感じで提案書持ってって決まったりしてますね。ああ、そうですか。まあその場合は大体粗利率で 4,50 のあたりで提案して、結局再エネ賦課金が毎年毎年上がってるじゃないですか。あれをちゃんと料金に計算するとこれで十分売れていくんで、粗利率 45% ぐらい、まあまあ本数がすごい少ないと工事費分が逆に利ざや食っちゃいますけどね、そうじゃなければ粗利は取れて売れますし、もう水俣条約で製造も輸入も全面ストップになってますんで今後は狙っていけるのかなって思いますね。あと UTM って粗利率どんぐらいです？ UTM はそうですね、粗利率ってか、まあ、定価設定が高いですからね、あれ、平均すると UTM で20万ぐらいですね。あ、ちょっと少ないですね。まあ、もうちょっと欲しいんですけどね。だいたい70の方でリース料、7年リースで1万4000円前後ですね。ああ、そうですか。そうすると、いくらになるんだろう。1.4 で計算しても100万なんで、80万近く、あらですね。まあ、7割以上粗利ですね。それであっちの50の方が9800円とかなんですよ、7年。まあ、それで70万あるんで、結構利益ありますよね。そんぐらいで多分提案された方がいいと思いますね。そっからちょっと安く出しすぎなんでしょうね。それで結局ですね、5年で組んじゃうと、まあ、5年のライセンス付きですよって渡し方するじゃないですか。で他社さんは5年なんですけど、これなんで5年か社長分かりますかって聞くと、なんでなのって、早く切り替えさせたいからなんですよって。5年経ったらただの箱になっちゃうんで社長交換しなきゃいけないじゃないですか。うちはお客さんのためにもう最長の7年のライセンスをつけて今回ご案内するんでっていうと、なんかお客さんのためっていうイメージがして、絶対月額は5年で組むより7年の方が安くなるじゃないですか。そうですね。それで話しちゃうと、まあ、結構それで通っちゃいますけどね。まあ、社長のとこみたいにリプレイスで狙っていくとちょっと難しい面ありますけど、まあ、途中で切り替えする場合は7年に伸ばすと5年でもう一回組み直すよりね、利益率はいいですね。ですね。同じ年齢。あとは新規も結構取れますよ。新規っていうのは今までつけてなかったところにつけてもらう、お客さんのところで、まあ、結構取れてるのが
弁護士さんとか司法書士事務所とか、ああいったところを一人でやられてるところでも、パソコン1台しかないんだけどっていうところで取れてるんで、ああいうところもちゃんと話すると、まあ、そうだよねっていう話になっていくんで、ぜひぜひ狙ってみられるといいのかなっていうふうに思います。あと社長のところ VDI サーバーは売られたことないですよね。あ、そうですね、あれはすっごいいいんですけどね、私これがないと仕事にならないぐらいなんで便利ですよね。今やっと うちも稼働するように年末ぐらいからなってきたんですけど、すっごい便利ですよ。で出先でもスマホでパッとちょっと開いて、メールの確認したりとか、見積もりどうだったかなっていうのをですね、見直しができますし、もうどこでも仕事できるんで、あれですよね、テレワークには最適ですよね。それでこういった商品っていうのは、まあ他社さんで提案する場合って大体売り値が300万ぐらいなんですよ。それで保守をちゃんともらうところは、保守だけでも月に10万とかもらってる会社もあるんで、まあそれは社長のところがどうされるかっていうことになりますけど、意外と取れますよ。実際広島の元レカムでやってたやつが独立した会社は、月にこれを 4,5 セット売ってるとか言われてましたんで、結構売られてますね。あとのそのフォローっていうか、その辺がなかなかちょっと難しいかなというところが結構あって、あとのフォローは結局向こうの社長に連絡してリモートで見てもらうしかないんで、それであの人リモートで大体直せますから、入り込んでここ問題ですとか全部教えてくれるんで、そういう点では UTM に近いかもしれないですよね。そんなにトラブルは出ないですね。一回私がトラブル出たのは、動画を大量に入れちゃったんですよ、サーバーの中に。したらもうパンクするって緊急で向こうの社長のところに報告来て、ちょっとやばいですよって言って、そっちのファイルサーバーの方だけ交換しなきゃいけなくなったっていうのはありますけど、そういう変な使い方しなかったらもうほぼほぼ問題ないですね。であと、レスパーは社長のとこ定価で売られてますよね。定価で売ってますね。売ってますよね、他のとこでもそうですけど、これ定価で売れる商品なんで、まあ粗利率は 4,50 取れますし、今回機種が変わってくれたおかげでより粗利率が上がったのはありがたいなっていう。結局広く使えるようになったんですね。そうですね。こういうやつでも今まで18畳か20畳ぐらいだったのが30畳ぐらいまでいけるわけですね。そうですね、ちょっとやばいですねあれね。アメリカ側が言ってるのは無風状態で50平米、それで空気が循環してるとこだと150平米まで OK みたいな。だからちょっとまだちっちゃいのの入荷がまだ1台もワンってないんですよ。ですからまだ物見てないんですけど、今回4段階の切り替えがついてるみたいなんですよ。そうするとフレックスの方とかそうなんですけど、12段階の広さが設定できるじゃないですか。もしかするとそういう風に広さ設定ができるようになっちゃってるかもしれないですね。そうすると、お前これ150平米いくのみたいなことを言われる可能性もあるんですけど、まあ基本は50平米で、向こうはだいたい200平米ぐらいのイメージでやっといた方が安心かなとは思いますけどね。なかなかちっちゃいので本当に150平米行くって社長イメージ湧きます？いかなそうですもんね。僕なんか強力な扇風機かなんかで回すか
そうですね。しないですね。まあなんかで、ね、循環させてやれば、それぐらいの、品質らしいっていうことですね。まあ、ある程度こうやって粗利率を確保できる商品をご紹介するんで、まあ、これはもうこの金額で売れてる商品なんで、それより値引かずに、売っていくことが可能ですから、結構事務機屋さんでもそうですし、文具屋さんでもそうですけど、安売り病にかかっちゃってるところの社長とかは、最初この 45% の粗利率で出すと怒るんですよね。こんなに高く売れないとかっつってね。さすがに玉川社長それなかったですよね。どうですか、レスパーです？あ、いや違います違います、あの LED とか。ああ、いや、まあ粗利が取れるに越したことはないんですね。ですよね。納得してもらえれば。まあ、高粗利で売れる商品が扱えますよっていうのと、まあ、実際その売り方ですね、どうやって売るのっていうことで、まあ、こういうふうにテレアポしてください。あと客先で iPad を活用した営業紙芝居の方式、まあ、これはツールを活用してるんで、まあ、誰がやってもほぼほぼ同じような実績が出せるのかなと。まあ、今回特に浜さんがいい実績を出してくれたんで、結構こう言うとなんですけど、いまいちあんまりお上手じゃなかったじゃないですか。それでもなんだかんだ言って売れちゃってますからね。考えると、それでちゃんとやってれば売れるんだなっていうのを今回浜さんが実証してくれたのかなと。それでやっぱり高確率で売れる提案書、これが肝になってる部分もあるのかなって。あれでちゃんと提案書出すと分かりやすいっていうことで契約決まるケースが他のクライアントさんでもあるんで、今後もぜひ社長も LED も忘れずにやってっていただければと。なんかもう目が LED から今ちょっとそれてるような感じなんでですね。いや本当ね、いろんなとこ行きますけど、まだまだ入ってないですよ全然。ああそうですか。5割入ってないんじゃないかなって、特に地方行くと思いますね。山口とかも入って入ってるところは入ってますけど、入ってないとこ入ってないですもんね全然。で結構大きな店舗とかで入ってないところまだまだあるんで、本当にもう遅かれ早かれの話なんで、提案をしといた方がいいと思います。それとあともう一つ言えるのが、今競合ないですから。ほぼ競合ないですよ。みんなこっちの営業してないですから。LED のです。 LED でテレアポしてるとこって聞かないですもんね、ほぼ。今ほとんどあれですよね、空気清浄機ですよね。ですね。っていうことで、忘れずに動いていただければ結果も出るかなというふうに思います。であと顧客を活用するということで、よくやってしまうのが、顧客に対する売り込みっていうのをやりがちなんですけど、そうじゃなくてお客さんに情報提供をしながらお客さんを教育していくイメージですね。それで教育して、知れば知るほど人間って欲しくなる動物なんで、この情報提供を定期的にやっていくと、1回目で売れなくても2回3回ってやってるうちに、じゃあやろっかっていうふうに言われる可能性があるんで、ぜひぜひこれをやり続けてるようにしてっていただきたいのと、あと自分で判断しないっていうのが非常に重要なんですね。例えば玉川社長のとこで500件ぐらい顧客あります？述べて。そうですね。そうするとどうしても行きやすいところに行くじゃないですか。そうですね。そうじゃなくて、全部リスト化して全部に対してアポ取って顔を出す、そういうことをやると意外と落としてるところがあるんですよね。他社から入れられちゃってるとか、はいはいはい、そういうのもあるんで、
やるやらないはお客様、我々は情報提供をとにかくし続けるんだっていうことでやってっていただけると結果が出るのかなというのと、あと必ず顧客データベースをきちっと作成すること、それで行ったら何も売れなくてもいいんで情報をとにかく拾ってくる、 LED になってるなってない、電話機は何使ってんのとか、あのそういった細かなことを拾っていくことで次の提案次の提案っていうのができてきますんで、あれ社長のとこってビジネスオンやんないですか？ビジネスオン、いや売るのは売りますけど、あんまり力を入れてというか目を向いてないというか。いやビジネスオンも美味しいっすよ。ああほぼ値引きしなくて売れてますもんね。だからなんだろうな、ほらビジネスオンの世界ってある意味特殊じゃねえですか。あの、売ってるところがみんな高売りされてるんで安く出回ってないっていうのがありますから、結構提案するとその、どうしても地方の業者じゃないところが売ってるじゃないですか、本社が。大体電話かかってきてあの入れたってとこ多いですよね。本社が東京で支店があるとか、あとレカムさんみたいにフランチャイズで全国あるとか、そういったところが営業してくるんで地場じゃないんですよね。でお客さんと話すとやっぱり地場の会社さんから入れれるんだったら入れたいっていう。で最近多いのがあの NTT と組んでやってるやらしいのが多いんですよね。どことは言いませんけど FT さんとかトップとかね、ああいったところがNTT さんと一緒に回るんですよ。この前あれ先月か、あの私のお客さんで電話機切り替えたとこありますけど、そこもねトップが来ててね、 NTT のどこだっけな、大宮かなんかの NTT さんと一緒に来たとかっつって、あの、NTT の商品扱えるのはトップだけなんでしょうとかでもう嘘つきまくってそれで ネット見せてあげて、ちゃんと販売店ってこんだけありますよって、ちゃんとここにアクトってあるじゃないですかとかと教えてあげてそれでも人がいいから、いやでも向こうに聞いてみないとみたいなだから結構やられちゃいますから、お客さんは守ってった方がいいと思いますよ。社長のとこってどこを扱ってんですか？電話機は、まあ、中用。あっちのセキュリティカメラの仕入れルートなんですか？あの京セラの方から。ああ、そっちですね、うん。工事は自社でできます？いや、できないですね。電話はもう全部お願いしてます。あれどこにお願いしてるんですか？どこに、パソコン関係をサポートしてくれてる人が、もっとその NTT 関係の電話機の取り扱いとかしてたんですよ。で、その人が工事を、知った人に頼んで、お願いしてしまう。レカムの子会社のオーパスだっけな、あそこ安いっすよ、意外と。ああ、そうですか。全国対応なんで。ああ。あれだったらいつでも紹介できるんで。ああ。電話機あんまりないみたいですけど、あるときは声かけて、あの見積もり依頼だけでもしてもらえれば。はい。長野でもオーパスさんでやってもらって、うちの工事屋さんより安かったですからね、いつも頼んでるところより。まあまあいろんなメーカー扱えるんで大丈夫だと思います、はい。であと提案営業っていうことで、まあ、教育っていう考え方をしていくことで、そのアポ取得に関しても売り込みでやるんじゃなくて、まあ、情報を提供させてもらってるんでっていうスタンスだとアポが結構拾いやすくなるんですね。で説明をしちゃうとお客さん逃げるんですけど、あくまで情報提供ですよっていう立ち位置、それでお客さんの知識のちょっとだけ上を
ピッて乗っけてあげると人間って不思議ですよね。この人専門家だって勝手に思ってくれるんで、まあ、信頼できるプロっていう立ち位置に立ってしまう。そうするとあのとりあえずいろんなことで相談が来るようなあのお客さんとの関係を作っていくっていうのがすごい大事なのかなと。それでまあ多分あの玉川社長もやられてると思いますけど、お客さんのところにうちはあの例えばコピー屋さんだっていう見せ方するとコピー機の問い合わせしか入んないじゃないですか。はいはい、そうじゃなくてあのトータルであのこういうものも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 扱ってますよっていうことを常に啓蒙していかないと、お客さんは営業に来られると忘れちゃってあの、はい、そこから契約するっていうケースが結構ありますから、ちゃんと話をしとくと社長のところに電話かかってくるんですよ。ただこれがちゃんと教育してないと、あれ入れちゃったよ、お前とこ扱ってんのって言われるのが一番悲しいんで、はい、ぜひぜひこれは啓蒙してっていただきたいっていうのと、あとあの請求書とかあのカウンター料金のやつ送られる時とかに一緒にそういった取扱い商品のご案内とか入れたりする、チラシ入れるっていうのはあのいいかもしれないです。それで営業マンの育成方法っていうことで、あの多くの場合理論理屈で指導するっていうのと、あとあの人任せにしちゃうんですよね。その人はその人で売れるよ、まあ社長のところも皆さんベテランなんであれですけど、新人とか入れた時にあの自己流でやらせるのがまずいというか、それだと時間かかっちゃうんですよね。それとあと人によって売れるようになる人と大して売れない人、それで大半が大して売れない人になるんですよ。それで売れるようになるのってほんの一部なんで、あのそういった指導はやらない方が私はいいと思ってるんですね。それでみんながみんな黒字社員になってくれれば会社って回っていくじゃないですか。それで、まあ、私が考える黒字社員っていうのは月に100万のアラを稼ぐっていうのが黒字社員の条件だと思ってるんですね。100万稼いでくれればあのどうにか回っていくじゃないですか、全員が。それを科学的にやっていきましょうよということで、あのツールを作成して、まあ、それをやれば、まあ、提案書まで結びつきますよねと。それで提案書もちゃんとある程度高確率なものを作り込んでいけば、ある程度の確率で置いてきただけでも決まっていきますよということで、あのこういったあのツールの活用した科学的なやり方で誰でも簡単にその通りやれば売れるよっていうものを、あの今後営業ってやってった方がいいのかなと。人任せというか、その営業だけなんですよね。全職種の中で感覚とかセンスをに頼ってる仕事って営業だけだと思うんで、これを誰でもできる仕事に、していくと、あの営業嫌だとかそういうのがなくなってくるんじゃないのかなと。あのどうしても営業マンってなんか変な目で見られるというか、弁護士とかパイロットとかってすごいあのいい仕事じゃないですか。それに対して営業マンっていうと下に見られるじゃないですか。いや俺違うと思うんですよね。営業マンが頑張ってるから経済が回ってると私は考えてる方なんで、あのそういった地位にするためにもみんながあの辛くない簡単に売れるような、やり方をやっていきましょうよっていうことで、作り上げて、やっているというような形で、まあ、これで一番重要なのが現場第一に徹するっていうことですね。あの常にあの紙芝居も更新していかないとあのいいものになっていかないんで、そういった形でやってますよっていうことです。